はいどうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、バヘモッツ動画第5弾撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。メンバーはね、まあ、いつもの、モツクさん、で、バギーさんさんと、キングヘロさんでお届けしていただきたい、いきたいと思います。本日よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ今日は何やるんでしたっけ？ん？あれ？わかんねえ。船長が聞いた。覚えてない。今日はね、あのバーバリアンデッキでね、みんなで遊んでいこうかなと思います。バーバリアン、バーバリアン。そう、どういうことだよ。いや、デッキ用意してねえよお前。今日はね、あのやっぱりデュエリストたるものを、まあ、どんなデッキでもすぐに使えるようにならないといけないわけですよ。で、なるほど。最初はまあいろいろガチデュエルとかやったじゃないですか。うん、バーバリアンを救っていこうと4人で。問題発言つながるな、それ。バーバリアンが弱いみたいな言い方すんなよ。そうだぞお前。強いに決まってるだろ。いや弱いだろ。いやいや、ひどい。あ、ダメだわ。ひどいよ。終わりや。攻撃力500もアップするんやぞ、こいつ。2体出せば2体とも上がるからね。まあただそんなバーバリアンデッキを使ってもね、やっぱ一番強いやつは勝つと思うんすよ、結局のところ。まあ確かにな。だからこの4人で誰がバーバリアンデッキを一番うまく使いこなして頂点に立つのかっていうのを今日は決めていきたいと思います。オッケー、はい、任せろ。組み合わせどうしましょう、1回戦の。じゃあ、いや俺はちょっとね、ちょっとツンツンにちょっと架空の違いを見せつけてやろうかなと。そう、前回あれなんですよ、そのリーダー決めて、なんでツンツンがリーダーになったかっていうと、俺が倒せなかったから、直接対決がなかったからなんですよ。ほう、そういうことなんですよ。モツクに負けたからだよ。うるせえ。前がモツクに負けたからだよ。うるせえ。確かに。まあ、あの普段僕は別にパワープロやってるやつに負けないんで、いいっすよ。じゃあ、1回戦はツンツンヘローで、僕モツクでいきましょう。そうしましょう。はい。しゃ、ちょ、マジでもう俺のデッキでちょ感動させてやりたい。ちょ、みんなを笑顔にしたい、このデッキで。マジ？想像もつかないけど、楽しみにするぜ。バーバリアン1号2号両方とも3枚ずつだぞ。当たり前に決まってる。3枚だぞ。当たり前すぎ。お願いします。デュエル開始。どれどれ、始まったか。絶対勝つ。本田ヒロトですよ。本田バーバリアンだからか。そう、なんでジャックとか使ってんの。粉砕だろそれ。卑怯だぞ。さあ、パワーデュエルを見せてもらおうか。ヘイロ切り盛り隊長召喚。何切り隊長、切り盛り隊長。予想外のカード入る。あ、なるほど。おー、でバーバリアン2号。おお、どうや。はい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 、どうやというコンボですよ。おう、で終わり。そっからどうするって言った。リリース。え、は再装サイバーチュチュポン。チュチュポン、チュチュポン。ターンエンド。このプレミアムだ。それか。何これ。これそう、この日のためにチュチュポンプレミアにしました。わかんねえ、何これ。このカードが儀式召喚のためにリリースされた場合、墓地の儀式。はいはいはい、まあまあ何でもいい。儀式関連のカード。俺は魔法カード発動、レッドアイズフュージョン。あ、お前の方が可愛い。え、なんで。アリガロは、アリガロは、アリガロは、いや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 、お前ジョーノウチ君って言ったの。いや、タイム。いや、これガチおもんなくない。びっくりしたわ。何言ってんだよ。ジョーノウチできた。モンスター効果発動。いや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 、よかったね。めちゃめちゃレッドアイズ。ではバトルだ。終わったな。好きに言えよ。切り盛り隊長じゃん。効果は使わないぜ。クソ問題マジで。バーバリアン。ターンエンド。モチいるままだ。おいおいおい、来いよ来いよ、かかって来いよ。こっからどうするって言うんだ。お、また切り盛り隊長かよ。奇跡よこれ。俺のデッキには回答があるねえよ、回答なんて。お、リミニカードか。リミニカードか。狡猾あった。リミニカードですか。巡る戦いとかか。ドロー。クソもんねえマジでこいつ。クソもんねえマジで。手札から。何何。なんかもう。バズルの巨人レベル5。気持ちだけ入ってるぞ。ボツカ乗せるぞ。おお、ちゃんと出たね。2号。はい。ボツカ。1号。お、すごい、しっかりやったじゃん。すごい。こうだ。バーバリアンが揃って行くぜ。バトルだ。
攻撃スラッシュドラゴンで攻撃。貧弱貧弱ダメしていいっすか。生物クレーメーカー入っちゃどう死んだごめんなさい今ね、すごいコメントに困ってます。まあまあ、このままね、ツンツンが優勝したらつまんねえんで、まあ、僕実は2種類バーバリアンデッキ用意してるんですよ。2種類つまり、優勝絶対卒業の超強力バーバリアンデッキと、さっきのヘイローさんみたいにバーバリアン1号2号で戦うデッキなんですが、はい、あーなるほどね。じゃあ、モスクさんには悪いけどツンツンさんみたいなデッキで行かせていただきますかね、うん、全然いいっすよ。俺1枚2枚も上手を言ってるからな。おお、つまんねえデュエルになるけど悪いな。これさ、真面目にやった俺がバカみたいじゃないか。大丈夫かお前ら。お、なきゃな。はい、対戦よろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いします。はい、バンデットキース、ホンダヒロト。ホンダヒロトは A だろ。ホンダヒロトは A だろ。あー、なるほど。インチキドローか、インチキドロークサイト。俺様は手札の沼地の魔神王の効果発動。沼地の魔神王手札に加えるぜ。ほう、あ、なるほど。召喚師アレイサーを召喚する。あー、なるほど。あー、なるほど。なるほど。ありがろうは、一番わかるこいつや。俺様はもちろん沼地の魔神王。おい、おい、船長、俺叩いたの謝れよ。バーバリアン入ってんのか、ちゃんと。おかしいだろ、お前ら。バーバリアンって勝ったよ。大丈夫大丈夫大丈夫、俺次のドローで試合でいけるよ、いけるよ俺。おい、これはダメだろ。ドローカーの試合で、お前切り盛りでバーバリアン出してた俺のこと、お前止めろお前ら。全然いける、あのカード、あのカード引けば。おい、ゾロー、俺様のバーバリアンリーゴの前は敵じゃねえや。こいつはひどい。だー、終わりか。おう、もうすぐ終わりか。満足の共演レベル5発動。バーバリアを2体出すとか出さないとか。黒い1号、うわん、2号、うわん、揃った。2人の共鳴効果によりパワーアップするが効果はないです。グロッバルブ召喚、中断。おお、中断モンスターだ。すごい、シンクロ召喚。どうしよう、こっち、どうしよう、草。迷っているんですよ、こっちだ。来い、レベル6スターラストチャージオリア。そんなタコモンスター、コード8の1枚だろう。倒せるかな。何、むしろグロッパルブのコード8の、デッキを一番墓地を送り、自信を特殊召喚。これはシンクロ召喚。やだ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 やったバトです。やめて、ブリザードフェイン勝った。すごい、コンキュートス、もうなんか勝った。お前らバーバリアン使えよ。ペア変わっても最終的に決勝戦僕とモツクサになる、分かったかヘイロ。お前こういうことやぞ。強さが出ちゃったのかもしれないな。底力が、ホンダだな、ホンダミラーだ。そう、ホンダミラーか、なるほどな。あとこれもまた叩かれるかもしらんけど、俺とモツクさんのホンダ愛が強い。バーバリアンだからね。おお、いいだろう。なるほど、俺はなるほど、モンスターをセット、お、事故カードをセット。これが事故って思うんですか。全然事故じゃない。マジ、こんなの全然事故じゃない。俺のターン、なって。何の声今の。よーし、タイム。まあね、何かが起こった。何かが起こった手札で。判定召喚が起こった。ブラックメタルドラゴン。ほーん。こんなことあろうとは思ったぜ。アドバン召喚か。
バーバリアアドバンス召喚魔女ブラックメタルドラゴンをリリースし、バーバリア1号、バーバリア1号をアドバンス召喚、場合できるブラックメタルドラゴンの効果発動、強い。そうだな、だこのターンはレッドアイズフュージョンは使えないぜ。そうだぜ、まあ、底なしだったらないだろ、うん、この瞬間一族の決心、あ、間違えた、底なし食らう、あ、ミスった、底なしだ、底なし、あー、ミスった、やったー、なんで消えたんだろう底なしさっき見えてたのに、あー、ざばー、消えてくれた、危なかった、俺さっき見えてたのに、知ってますよ、知ってますよ、もちろんさっき見えてたのに、おかしい、これおかしい、次号来るだ、でもタエンド、今、誘導によって無理やり底なし使わせた可能性があるね、このカードはタエンドこれはレスラーを解けそうですね、次号が来る、いや、あれは底なしではない、なんでしょうね、魔法カード発動レッドアイズフュージョン笑いが止まらねえで、ツンツンさん、ほ、俺はこの事態を予測していたのさ、なに、リバースカードオープン、ヒーローピンセリア、はは、はどんなメタカード、やっば、バーバリアンデッキで行こうと思った時点でね、アレイスターとレッドアイズは予測済みよ、なにタイド俺のターン一番卑怯なのこの緑の豆なのではガンメタしてきたすごいやろ、ミック死ぬじゃん、リバースカードセッツスキル発動リロードうおーこれ満足でしょ、セットしたら満足の共演レベル5発動、強い、来い、やるじゃねえか、バーバリア1号、マジ鳥肌立ってきたんだけど、すごい、ほんまにすごい、ほら上を行ったらジェットシンクロすげえ、あ、やばい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 、シンクロメインか、やばー、すげえ、なるほどな、シンクロ召喚レベル6スターダストチャージオリアン、カードリッチドロー、ダッチピチいっぱい噛んだけどドローだが、しかし1体しかモンスターはいないぜ、それはどうかな、え、え、テクノロジーをクリー、このカードは特殊召喚できる、ほう、レベルは7、ほう、シンクロショーショーなんだ、引っかかるとなんだシンクロしたいんですけどどうぞえ、でも大丈夫だろう、シンクロ召喚、おーおお、デストロイサムライだと、デストロイサムライ、こいつがやりゃもう勝ちやろ、は、いけ、デストロイサムライ、強い、やばい、強い強い、普通に強い、ダイザー、え、ちょっと待って、バーバリアンどこ、バーバリアンこっちにいっぱいいるやろ、こっちに、バーバリアンはこっちに、お前らバーバリアンで戦ったよ、嘘嘘嘘嘘嘘、勝てそうなんだけど、え、嘘、え、俺むしろバーバリアン軸なんだけど、なんなんそれ、ずるい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 って、次のターンでライフポイントは尽きる、それはずるい、すごい、あー、もうずるいじゃん、勝ったかもしれない、ずるいじゃんもうやったら気持ちよく勝てる、ずるいって、デストロイサムライってずるくね、ちょっと待って、終わりだー、デストロイサムライってずるいって、踏み潰す攻撃、やったー、おー、すげー、勝った、はぁ、ほら上を行ってたら、上を、確かに上を行ってる、ほら、なんで俺とツンツンが下道に走ると分かった、呼んでいたセンチャーは絶対アレイスターだとは思っていたぜ、なんでだよ、もうずるいな、やっぱ禁止エリアが一番強かった、そしてモツクさんの優勝を称えて締めて、お、褒めて、褒めて、すごいすごい、かわいい、というわけでね、今日はあのバーバリアンバーバリアンデッキ、いや、エロ以外はろくに攻撃いや、なんかっていうか、そう、俺だけめちゃくちゃ真面目やったで、多分ほんまに、マジバーバリアンしか入ってなかった、優勝モツクさんでした、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、やりました、というわけでね、まあ次は、次の動画はキングヘイローさんかな、はい、の方でチャンネルでですね、面白い企画ありますので、ぜひともそちらも見てください、はい、それでは今回動画以上です、はい、これからもバヘモッツよろしくお願いします、はい、お願いします、バイバイ、バイバイ、バイバイ。
思い知ったか人間ども。